皆さんこんにちは、ノーマーヒーローズ3で、デーモン役の声をやらせていただきました榎木淳也です。今収録が終わったところなんですけれども、いやまあ結構ねデーモン穏やかそうに見えてなかなか疲れる役どころでございました。まあそれはねどういう風にこう演じている僕がこう収録を終えて疲れているのかはぜひゲームの方をプレイしていただいて確認していただければなと思うんですけれども、いやいい役ですよデーモンね。ねえって言われても分かんないでしょうけど、いやほんとね2パターンというか、その少年時代のデーモンとこう青年時代のデーモンが出てくるんですけれど、どちらも僕声やらせていただいてアニメーションパートみたいなのもちょっとあるんですけど、そちらも、とても綺麗な映像になっておりますので、まあその辺も含めて、ぜひ楽しんでいただけたらなと思いますので、皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。